愛知県春日井市の加地川にやってまいりました。はい、高彦寺と書いて修験寺に、ねえ、はい、久しぶりです。久しぶりですか。はい、じゃあ参りましょう。名前が縁でたびたび訪れている春日井選手、しかし今回思わぬ体験をすることに。今回ですね、小塚選手自らこちらのお寺リポートしていただきたいなと。リポートですか。はい、あっさり OK。 いきますよ。リポート何するんですか。すごい今ちょっとびっくりしてるんですけど、リポートするの思って。それでは初リポート、ちょっと難しいな。3、2、1、お願いします。はいですね、まず入ってきて、まあ、一番最初に見えるのがこれが、まあ、弘法大師様。はい、大きい、いつも大きいなと思うんですけど。すごい立派ですよね。で、まあ、こっち左手が本堂となっておりまして、ご住職も今ね、ご住職さんも、はい、お世話になっております。数元さん、あの高彦と書いて数元さん、久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございました。よかったね、本当に見せたいおかげさまで。よかったです。パンできた。たくさんいろいろなことを教えていただいて、頑張んなさいよと、いつも送り出してくれます。小塚選手、なかなかリポートお上手なんですか。いえ、そんなことはないです。どうですか、やってみて。結構緊張してます。緊張してましたか。はい、緊張してます。そうですか。修験寺には、はい、小塚選手のファンの皆さんが、うわー。ファンの皆さんから温かい拍手をいただき、続いて境内にある絵馬堂へ。ここにはバンクーバーオリンピック前に奉納した絵馬があるんです。完璧ではなかったですけど、まあ、でも自分の中ではよかった、いい演技ができたなというふうには思ってます。修験寺さんからご利益を授かり、改めてソチオリンピックへの思いを書いてもらいました。一文字一文字思いを込めて絵馬に託します。4年間、そしてオリンピックシーズン見守ってくださってありがとうございました。また4年間ソチオリンピックまで怪我のないよう見守ってください。小塚貴彦。はい、来ました。これからもよろしくお願いします。